皆さんこんにちは、エルルです。今回の企画は、はい、お菓子の力でリラックス集中力アップ検証企画、はい、ということでね、視聴者の皆さんは、はい、勉強とか仕事してる時におやつを食べてますか？長時間集中しているとね、ちょっと集中力が途切れておやつを食べたくなったりもしますけれども、うちらは勉強しなくても合間合間でお菓子を食べるグループですね。まあでもさ、なんかお菓子とかあったら、なんていうの、集中が続くというかさ、なんかその一区切り終わった後にお菓子食べて、でもう一回頑張るみたいになるやつ。ということで、どんなミニゲームにね、検証していくかというと、こちらです。ただ1、おっとっと組体操。何それ。2、ピンポン玉スプーン運びリレー。3、円周率記憶です。そしてですね、今回リラックスできるであろうお菓子たちはこちらのラインナップになっております。大粒ラムネ、いいね、大好き。俺はもうめちゃくちゃ食べます。続きまして、カレドショコラ、カッコ、カカオ 70%。 おー、いいね。いいですね、ちょうどいいんだよね、70% ね。バチバチに脳が働く。そうなの。続きまして、大玉チョコボール。いいね、大好き。カリッとね、噛むやつね。まず今回は A と B グループに分かれて違うゲームを行うみたいです。あ、なるほどね。じゃあまず A グループの発表からしますね。ひびきさん、はい。小宮山直人さん、お、A グループでございます。めっちゃ A グループやん。B グループはもう私とゆうすけさん、もかさんです。 A グループからミニゲームに挑戦していきます。ということで、円周率暗記。いや、でもさ、最初から知ってるってことや。私ね、結構全部言えるよ。マジ？あの、お二人言えない。マジで俺全然1音までしか言えないけど。3.1415。あ、オッケーオッケー、いい感じですね。じゃあ30秒でどれだけ覚えられるかという検証を、まずお二人は何もお菓子を食べていない状態からやっていただきたいと思います。1回目より2回目の方が覚えれるのは当たり前の気がしてるんだ。それはいいか。よーい、スタート。うるさい、うるさい。暗記で覚えて大変だな。結構ね、79だ。多分30秒だと思う。4 3 2 1。配数書いてください。頭おかしくなるな、こんな数字いっぱい見たら。30桁ぐらいいけるかも、マジで。OK ですか？それではお二人様、結果発表でございます。じゃあまず響さんからどうぞ。 3.14159265357989 3。ブー。10個合ってますね。でも10個でもすごい ね。じゃあノーティー発表していただきましょう。はい、 3.14159265357988。一緒じゃん、したら響と一緒やん。ここまではなんとかいけてんけど、分からへんくなった。いや、でもこれで食べたら変わるね。食べたらちょっと変わるかもしれないので、はい、ではちょっとお二人さんに今回は大粒ラムネの方をお二人に食べていただきたいと思います。マジで好きじゃん。でも大きく集中した時に書いてるもんね、ページに。時期的にさ、受験が控えてる人もいるわけじゃないですか、これリアルに勉強の音も。私確かにひめくんも振り覚えするとき用意する。あ、確かに甘い、食べてるかも、いいですか、ラムネを食べていただいたので。もう一度お二人に円周率挑戦していただきます。早くないやん、30秒です。次こそ俺、そしたら30桁で2人に。それではお二人に10桁の人が挑戦していただきましょう。それではスタート。 3.14159265355。 うるさいな。3.14159265359 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 3
か焦っちゃうから。いいよ、なんかさっきよりスムーズに読みたよ。字が間違えてた、めっちゃ危ない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 。
ぜひ、じゃあ発表していただきます。 3.141592653589793362545。 5個増えてます。詳しい。じゃあ続きまして、ナーティーどうぞ。3.141592653589793。 実に面白い。何やねん、3実に面白い。1つ言っていい？俺さっきまでは覚え方に語呂でちゃんと覚えよう、あ、なるほど、ね、こっちの思考回路がちゃんと巡ったから、すごいね、伸びましたね。伸びるなこれ。それでは B グループのミニゲームの挑戦です。おっとっと組体操でございます。あらすごいね。このピラミッドっていうのがあんねん、うん、本来はちょっとウニとかで積み立てていけんけど、何でもありで、あ、そうなんや。どんだけ積み上げれるか、はい、数勝負ってことね。何段にするか、あ、何段の方がいいの。何段やね、何個やったら、だってこうやって一番下に多かったら意味ないから、何段できるか。そうだね、はい。制限時間は1分お菓子食べずに。分かった、分かりました。挑戦してもらいたいと思います。まそれではよーいスタート。わー、どうしようかな。もっと早せなあかんで。え、嘘、もっと早積み上げな。でも個性が出て面白いね。あ、なるほどね、なるほど、レンガタイプね。なんかや、あ、そういうことね。え、モカと一緒や。え、まあ、あ、ごめん。おお。確かに。はい。残り、あ、30秒切ってますよ、もう。マジで早いな、意外と早い。あと20秒ですよ。え、むずいじゃん、これ。モカ遅いって、早う。うるさいな、横横あっためっちゃうるさいわ。いや、ほんと5、4、3、2、1。はい、終了。え、もう俺だってガチで作ろうとしたのよ、ピラミッドをね、うん、なるほどね。ゆうすけ2段、ほのかが、うまいね、1、2、3、5。5段。モカが1、2、3。今のはね、お菓子食べてなくてやってもらいましたけど、はい、あ、そっか。 B グループに食べてもらうお菓子は、あ、カレードショコラ。カレードショコラに、チョコはでも代表的やからね、うん、そういう中でリラックスとか、うん、落ち着く気がしますね。ちょうどいいよね、この甘さが。いいなぁ、ね、いけるわ。準備は大丈夫ですか。はいはいはい、それでは1分間よーいスタート。さっきほのかのアイディア見られちゃったから、みんなそれやるんじゃないの。そんな良かったよ、まあ、ほのかのさっきはね、ねえ、ドライよ、一番良かった。まあ、まあ、勝負してるわけではないんだけど。そうそう、勝負してるの。ドライ、自分との戦いだから、はい、ウニが、あと30秒、それぞれウニの形が違う。過去の自分を超えられるかっていう勝負ですよ、ね、うわっ、ウニの呼吸が、モカが合わせております。ねえ、ウニ、ウニがさ、言うこと聞いてくれない。この呼吸、はい、10秒。ウニが落ちてく、はい、5、4、3、2、1。はい、終了。結果発表していきたいと思います。ユウスケは何段ですか。ウニの群がりですから、ね、1段。ウニを狙うやん。ほのかが1、2、3、4、5、6。え、めっちゃ効率いいやん。しかもカレード1個で6やね。私これ全部食べてみ、もうこんなのある。モカが、はい、1、2、3、4、5。 5段ね。1段増えてる。素晴らしい。今回はね、チョコを食べてこんだけ成果が出ましたけど、ちょこっとだけなのにね。はい、続いてのゲーム検証は、はい、ピンポン玉スプーン運び検証。ナオティの方からユウスケ、ユウスケからナオティへっていう往復を、うん、1分間で何往復できるかという検証になっております。とりあえずやってみましょう。よーいスタート。いや、早くしなきゃいけないからね。うるせえ。いや、でもちゃんと落ち着いてやらなきゃ。これ落としたら何、失格。失格。落としたらもう一回そっから連帯責任だからね。なんか近ないよ。なんかもうリレーじゃないよ。ただ私だってここでやってるもん全部。リレーじゃない。
お茶飲みです。あー！めんどくさい。何やねんこれ。1分意外と長い。これ音符まだできてんよ。できてるだから。まあ2周目ぐらいだよ。1、2、今2周目。3周目に入ってんじゃない？週目に入ってる。あと10秒。あと10秒で戻ろう。あと10秒で戻ろう。3.5 になるかもね。あ、早い早い早い。はい、でもめっちゃいったんじゃない？2と2.9 か。それで今回はですね、大玉チョコボールをよ食べて、食べたかった。この後また同じことをやっていくんですが、はい、食べましょうか。やったー。いただきます。いただきます。このさ、歯ごたえがあるからさ、うん、またなんて言うんだろう、リセットされるね。うん、頭がめちゃくちゃ美味しいね。はい、もういけます。それではスプーンリレー、よーい、スタート。黙るし、集中してるよ、集中してるよ。何し近い、なんかそこ近いな。近いよね。何近いって、近いって何なの。リレーだからここ感覚が必要なんでしょ。ここが必要なの。大事だよ、その距離も短縮してる。どっか、こっちでやりたいな。ね、近いな、近いな。もっかが一番遠いっていうね。いいか、これで。もはやズルじゃない。いける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 。こっちやってみる、難しいと思う。はい、おはい、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 いいね。え、いや、なんか早くね。でもこれ更新やね、今。え、すごいやん。早っ。え、やっぱりやっぱ効果的面。はい、あと10秒で、ね、ほら手足戻れる、戻れる。行こう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 。あっ、やべー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 。あー、でも、うん、1周目クラスできたからね、すごいね。これもおすすめですね、かなり、うん、かなり結構これは結果として現れたんじゃないかな。いや、よかったよ。なので皆さんぜひお菓子とともに頑張っていただきたいなと思います。はい、ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また見てください。バイバーイ。森永